ご覧いただきありがとうございます。賃貸の関のキトラです。どうもこんにちは。すみません、早速、ご案内させていただきます。今回こちらですね、ちょっとテレビモニターの方からね、登場させていただいたんですけども、すごくね綺麗なカラー付きモニターもこちらですね、新しく付けていただきまして、すごくおすすめですね。でこちらは天ヶ瀬寺園にあります、これ 3K ですかね、ファミリーさんの物件になっておりまして、こちらキッチンからですねご案内させてもらいます。上にですね、この棚とあとこのキッチンスペース、ここね広めのでガスコンロがね置けますね。でこの奥にはこれが洗面所ですね。でこちらの、まあ、室内の洗濯機置き場とこの独立洗面台ですね、と奥には浴室がございます。で、ですね、結構ね窓がたくさんありまして、すごくお部屋の中明るくなってますね。で、キッチンの向かいにこちらの洋室6畳のお部屋があります。で結構広くなっておりまして、ここには押し入れもありますね。で、これで1ですね。あとはこれね、お手洗いですね。これね、ホルダーのところがすごく機能性が高くなってまして便利になってます。で玄関からのこっち行きましょうか。こちらに洋室が4畳半のお部屋になってますね。で、ここからですね、見てください、専用庭になってます。結構広いですね。こうね、お洗濯がすごく動きやすくなってますね。布団とかもね、悠々と干していただくことからです。で、最後にですね、和室6畳、こちらここで広く使えますね。和室6畳で、押し入れもね、ございます。押し入れ開けてみましょうか。なんかあんな感じですね。下と真ん中とね、上にもね入れていただくことができます。結構収納力ありますね。で、これぐらいの物件だと部屋数が多いので、もう家族さんにはおすすめなんですけども、もう最近はちょっと広く単身さんが利用されるということもありますので、またいろんな方に見ていただきたいと思います。賃貸の息子は奈良のおもてなし奈良心でお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。